え、トゥルル？トゥルルだね。トゥルルだね、これ。来たの？うー、来たの。やっ、パラです。チェロです。パラチェロです。はい、ラグナドやっていきましょう。行きましょうかね。今回はね、掛け軸ガチャをやっていきたいなと思います。久しぶりですね。そうですね。まあ、ちょっとね、引くべき度というのはね、前回ご説明したんですけど、まあ、ちょっと低いというところではあったんですけど、この掛け軸ね、カニ坊主ちゃん、かなりの可愛さですよ。カニちゃんね。これはやばいよね。すごいポーズよ。うん、で、これが例のね、海辺の誘い。あ、チェロさん、一押しの。そうですね。こんな感じで誘いに来られたもん、やばいよね。だってこれさ、あれやん、日焼けクリーム塗ってさ、寝てるところに目覚めたこんな感じみたいなシチュエーションじゃないこれ。あ、なるほど、寝てるところだよね。そう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 、だから覗き込んでるじゃん。覗き込んでる。だけど目が覚めたらこの光景って思ったらすごくない？うん、天国でしょうね。ねえ、これまた夢かなみたいな、もう一眠りしようみたいなムーブ。あ、なるほど。そうそうそう、っていうのは連想されますよね、容易に。はい、ということでね、異常に可愛いこの掛け軸。可愛いよね。で、オペレーションっていうだけあって、あの背景、ね、やっぱちょっとガンダム寄りになってきてるのかな。だんだんね、もしかしたらそのうち出てくるかもしれない、ガンダムが。ガンダムが、うん、コラボで。そう、いや、まあコラボはどうだろうね。はい、ということでね、早速引いていきたいなと思うんですけど、可愛いよマジで。ただね、僕は掛け軸を眺めるという行為をほぼしません。しませんね。はい、なので今回はね、チケットとプラス20連の合計30連やっていきたいなと思います。お、ちょっと多い、まあ、ちょっと30連でね、ゲットすればもう何の問題もないわけですよ。まあまあ、そうですね、最近でも乗ってるからね。まあね、それは否定できない。おや、もう終わりかもしれないね。いやいや、チケットでそんな出ることないよマジで、言うて。まあまあ、そうですけど。はい、じゃあ20連目。え、あ、異常な可愛さだよ。お、あるよ。これあるよね。あるんじゃない。お、いいよ、ここまでいいよ、ここまで。いい感じよ。お、あ、燃えてるし。お、おー、これダメだよね。モードオペレーション、ダメだよ、オペレーションしちゃう。オペレーション。そういう発音なの。いや、わかんない。オペレーションみたいな。 おオペレーション。きたきた、マジか。その発音なのかな、オペレーション。例のとこ伸ばすんだ。いや、めっちゃかわいいなこれ。かわいいね、カニちゃんね。いや、これはかなりのかわいさですよ。でも、もう水着だね。ね。ただね、目が覚めたらの風景がゲットできないので。あ、本当だ、まさかの。そうですね。なので、一応予定通り30連まで控えていただきますね。確実に取っていくという。そうですね。いやー、嬉しいな。とりあえず鑑賞用にはなってしまうかもしれないけど。そうね。もっと着たいでしょ、でも。まあまあ、かわいいからね。あ、これは。これ来たね。目覚めが来ましたよ。海辺の目覚め。海辺からの目覚めが、ね、来ました。やったね。いいなぁ。起きた。わぁ。うわ、どうする、起きて、こんなんやったらマジで。これはね、海辺からの目覚めというね。そうです。で、奥にもうお人方ね。ああ、そうそうそう。いらっしゃる。それは僕も、老眼の僕でも理解してましたよ。いや、よかったなぁ。ありがとうございます。わぁ、ちょっと面白くないよね、チェロさん。まあね。なんか。うん。俺以外は面白くないと思う。俺だけども、今見てる人を含めて全てのみんながね。すごいよね、チェロさんのこの欲。いやいや、欲ないんだよ、マジで。全然。本当に。じゃあ、変わりますか。変わりましょう。はい。はい、変わりましたよ。はい。じゃあ、ポロさんもチケットで。引いていきますか。引きましょう。私24枚あるからね。なんでそんな端数になってんの。さあ、引きますよ。いやいやいや、6枚どうしたん。オペレーション。お。どう。いやいや、いい発音やったよ。
お無言あこれでもいや SSR だよね海辺からの目覚めやねこれうわーあおい頑張ったのにかまあまあいいですよいやいやいや全然まずはね、うんうん、安定の危ない危なかったよ、まあ、これはもう間違いなくうんうんあありがとうございますいいですねかわいいですねうんかわいいねよし確実にオペレーションをいつゲットできるかねそうだ次だよね次未所持だったからさあお願いしますよコウさん何連するのオペレーションとほらほらダメじゃん旦那の言葉をスルーするからうわわ待って何連するか決めてなかったまだねでもうん4枚ちょっと4枚で4枚ああそっかまだチケットかそうまだチケットなんですおそれ4枚残しちゃったらああそっかそうだね OK じゃあこっから、うん、チェロさんもよく考えたらチケットで出てないもんね出てないよく考えなくても出てないよね出なかったよね出ないねチケットで出るなんて、ね、いやでもちょっとこれは欲しいな使うかどうかさておき絶対ポルさん使わないおうあなんかさガシャドクロの口が紫色じゃなかったあんなんやったっけえ待ってまた新しい演出ガシャドクロじゃなかったあのお面の口が紫色やったけどえあ本当にうんえツルルツルルだねツルルだねこれ来たのうー来たのやったーおーおめでとうございますありがとうございますいやポロさんね本当申し訳ないんやけど、うん、チラッとね一瞬チラッとギルチャを見てしまったよもうなんでそういうことするのいや見る気なかったよ本当にチラッと見てしまったらモードオペレーションポロポロって出てもうやめてもう一番やっちゃいけないことそう一番やっちゃいけない感動が全然なかった今チョウさんいつも思うけど私がガチャするときねなんか遊んでるのよいや違う遊んでないって遊んでるの違うちょっとねあのギルメンの様子をちょっと伺いよったよちょうどこうチラッとポロポロがモードオペレーションを取得しました、うん、本当にいやいやでもおめでとうございますありがとうございますこれやっぱりオペレーションって言われあそれが聞いたかもしれない ね、うんうん、ちょっとね人がいると恥ずかしいんでね一人で弾くときにオペレーションって言ってみたら出るかもしれないですねおまじないねおまじない、うん、いやいやおめでとうございますありがとうございますやったねまあ、今イベント来てて多分一突はできると思うんで、うんまあ、一突は確実にしていってそうですね、うんまあ、ちょっとね使う機会がゼロじゃないからね、うんうん、何かしらあるかもしれないからその時はぜひね使って紹介をしたいなと思いますねそうですね、はい、では今日はこの辺でご視聴ありがとうございましたありがとうございました。